皆さんこんにちは、武田学校講師の武田恒康です。それでは授業を始めます。はい、平安時代ですけれども、一つまたね、大きなね、波が来るんですね。前回摂関上智ということで、藤原氏が摂政関白をもうね、上智、常に置くということになったという話をしました。で、このね、藤原氏の黄金時代を迎えるんです、これから。そしてこの黄金時代があっという間に終わっていってしまうんですね。まあ、その後藤原氏はずっと権力者にまたも戻ってくるんですけども、一旦ここでですね、藤原氏の時代終焉を迎えるんです。まあ、ただ藤原氏云々という前にですね、ここから先もう平安時代の後半は一旦あの院政が敷かれるようになり、その後もう武士の時代に入っていっちゃいますからね。はい、まあ、でも宮中では、朝廷政治では藤原氏が力を握り続けるということになります。でちょっとほら、これまで出てきた藤原氏、あの御設計のね、元常、藤原北家がですね、摂関を担って、2代目になりますけど、その子が忠平 でその子が道長、道長有名ですよね。でその道長の子供があの頼通なんですけども、道長と頼通、この2人がですね、黄金時代を築くことになります。藤原の道長と頼通、はい、ここね、テストで間違いやすいですが気をつけてくださいね。これ道、これも道ですけど字違いますから、こっちはね、道、こっちも道、似てますけどもね、これはこれとこれ違いますからね、両方とも道ぽいっていうか道なんですけど、こっち通りの方ですからね、はい、こっちが元々の道の方ですから、道長と頼通、道の字が違います。はい、でこのね、摂関上智なんですが、はい、この、天皇の国司でいうところの今日のところは302ページの最後の方ですね。そしてのところからですけども、63代冷泉天皇の時、はい、63代、これね、朱雀村上のあとここですね、冷泉天皇、はい、で冷泉天皇の時代にですね、藤原の実頼が関白となります。でその後、対抗するものがそこで安奈の変によってですね、北家が中心となって、それ以外ライバルはさらに蹴落としたという話を前回したと思うんですよね。でそこから権力闘争がまたあるんですけども、66代一条天皇ですね、この時に、道長が、最初右大臣、そして左大臣と上っていくんですね。で、やはりそうですよ、道長の娘が一条天皇の奥さんですからね、はい、だから、天皇の義理の父親ですわ、はい、道長から見たら天皇は義理の息子ということになりますよね。で道長が、やっぱ強いですね、ライバルを粛清し、そして娘を嫁がせる、出ましたこの両輪、これによって道長はですね、右大臣左大臣、歴任していきます。そして迎えたのが藤原の全盛期になるんですね。はい、でこのね、道長またすごいんですけども、娘をですね、このね、ここすごいのは、道長の娘が、一条天皇の奥さんじゃないですか。でこの娘が産んだ子が68代69代それぞれ天皇になってるんですね、はい、だから、御一条天皇と御朱雀天皇は道長の孫になります、はい、だから66代は道長の義理の息子です。で67で三条天皇、ごめんなさい、67で三条天皇いきます。次68、御一条御朱雀はもう道長の孫ですからね、義理のじゃないですよ、本物の孫ですからね、娘の息子ですから、68、69で、さらに抜け目がないのは、道長のもう一人の娘は孫のところに嫁がせてるんですよ。娘を孫のところに嫁がせるんですね。どうなのかなと思いますけども。そして産んだ子、ね、道長の娘が産んだ子が御冷泉天皇ですよ。
だから後冷泉天皇も道長の孫です。不思議ですね孫が孫を産んでくれたっていう孫が孫を産むという意味不明な状態になってますもうめちゃくちゃですよ。こんなことないでしょ普通。ここまで粘着するかねいやこうね、道長の時代に全盛期なんですね、はい。ただ問題なのは頼道ですね、まあ、道長頼道とこう2人とも全盛期なんですけども、頼道もご多分に漏れず娘を後冷泉天皇に嫁がせてるんです。ところが子供が生まれなかった。はい、そこで藤原氏終了ということになりますで71代後三条天皇が立ちますけども、藤原氏を外戚に持たない天皇が即位するのは170年ぶり。そう、宇陀天皇以来170年ぶりですよ。藤原氏を外戚に持たない天皇、後三条天皇ですね、170年ぶりですよ。宇陀天皇から後三条天皇まで170年ぶり、はい。だから170年間ズブズブにつけ続けてきたということですよ。すごいですよね。なんかこれ全部藤原氏の孫ですからね。でこの赤線引いたのは道長の孫ですからね。もう全部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 、はい、醍醐天皇から全部天皇ね、藤原氏を外戚に持つ 天皇だったわけですから。まあといっても宇陀天皇の前もずっと続くんですけどね、宇陀天皇がちょっと違いましたけどね、はい。まあとにかくですね、藤原氏やること半端じゃないです。ライバルを粛清し、ライバルの場合粛清っていうのかな粛清って上から下ですけど、ね、ライバルをねどんどん血祭りに上げて、そしてどっと娘を歴代天皇に嫁がせていく、この執念たるやすごいよね。170年間ですよ、途切れることなく、ね、娘を嫁がせ続け、で孫を天皇にし続けてきた、これが藤原氏の権力のですね握り方だったわけなんです。はい、ですね、そうで、この後三条天皇が即位した時に、まあ、170年ぶりと言いましたけども、藤原氏を外戚に持たないということは藤原氏の言いなりにならない天皇なんですね。で後三条天皇はもうバッサバッサと改革していくんですよで藤原氏の権益を削いでいくんですね。まあ、これは土地の権利の話なんですけど、詳しくこう書いてあるから見てもらえればいいんですけども、やっぱこの荘園を持ち、藤原氏をはじめ貴族たちが、まあ、そのね経済的権益を握り続けたわけなんですよね。でこの後三条天皇の時に荘園整理をするんですね。延久元年に行われた荘園整理なので、まあ延久の整理とかも言われますけども、でもともと荘園というのは特権、要するに課税逃れできる荘園もあるんですけども、税金が課されない荘園というのは本当にそれね由来があるのかということを全部整理していくんですね。やっぱ藤原氏の時代、黄金時代はですね、まあここ昔からうちが使ってたことにしとこうみたいな由来が不明な、そのね税金がかからない荘園というのがだんだん増えていってたんですね。でもこれ黄金時代全ての政治を牛耳っている人たちですから、何も言えなかったわけですね。それを物申したのが、物申すというかそこにメスを入れたのが後三条天皇なわけです。延久の荘園整理によってですね、この藤原五摂家の経済基盤を、まあ、全部崩すわけにはいかなかったんですけども、一部を切り崩すことになったわけなんです。このね、ここにも書きましたけど、聖域なき、なんか小泉総理みたいになってきましたけど、聖域なき構造改革と言ってましたけど、聖域なき荘園整理をしたんですね。はい、これによって、一時代が終わったということで、摂関政治そのものはここで終了します。そして新たな
時代に入る時代というか政治のね、あり方がもう変わっていって新たな形になるんですけども、これまではほら、摂関政治と天皇新政の間で揺れてましたよね、はい、一時期ね宇田天皇の時にバーン戻したりとかしてましたよね。天皇新政と摂関政治の間で揺れてきた。そして170年ぶりに後三条天皇が立つことによってまた天皇新政に移っていくわけですよね、はい、でこれがですね天皇新政のままいくとどうなるかというと、代替わりがあった時に上皇が1人2人3人と増えていくわけですよ、でこの上皇が政治的実権を握り政治を動かしていくというのがこれが院政になるんですね。つまりこの、まあ、これまでは藤原氏の、ね、黄金時代に書きましたけども、摂関政治があり、これはあの、天皇の奥様が、藤原氏の、まあ、政治家の娘という形で藤原氏がガンガン入ってきたわけですけども、今度は天皇のなんか元天皇ですね、例えば天皇のお父さん、ね、上皇ですね、天皇のお父さん、もしくは天皇のおじいさん、同じおじいさんでも母方のおじいさんが政治を取るのは摂関政治ですね、父方のおじいさんが政治を取るのが院政というですねこういうふうに言うと分かりやすいと思うんですけども、これからまた今度は院政という形でですね、この展開していくことになります、はい、では、ここでですね院政への流れをですねちょっと見ていきたいんですけれども、ここで教科書じゃない、この天皇の国史でいうところの305ページにですね摂関政治から院政へって書いてありますよね、はい、後三条天皇の次は白河天皇ですね、はい、ここですね、まあ、後三条白河、堀川鳥羽というふうにですねつながっていきますけれども、でこの白河天皇は、まあ、15年間在位した後上位しまして、今度子供の堀川天皇が即位するんですよね、まあ、そうするとですねこれ若いうちに天皇が即位上位すると上皇になるじゃないですか、天皇がいて上皇がいてというね、でここら辺藤原氏の娘さんが嫁いできてないので、そうすると、まあ藤原氏を外戚に持たない天皇が続くわけですね、そうすると、まあ、こうやってですね、息子というふうに皇位が継承されていく、そうすると上に、上皇と何人も上皇が並び立つことになります、そうすると、まあ、これまで後ろ盾は藤原氏が担ってきたんですけども、天皇の後ろ盾は上皇というですね、お父様がその息子、天皇である息子の後ろ盾となるというふうに転換していくんですよね、はい、じゃあここでちょっとこれ次の貼ろうか、摂関政治から院政へっていうふうに書きましょうか、ちょっとその間も話を進めてますね、これで、分かりやすいと思いますけども、だから堀川天皇の時は白河上皇が天皇の後ろ盾になるんですね、はい、まあ、例えば五蓮政天皇の時は頼通が後ろ盾でした、で五一条天皇の時は道長が後ろ盾でした、はい、まあ、ですから、さっきもちらっと言いましたけども、天皇から見て母の父、なんか母方のおじいさんね、頼通とか道長とか、そう母方のおじいさんが政治を握る、これが摂関政治でしたね、でここから院政と呼ばれるのは堀川天皇から見たらお父さんですよね、鳥羽天皇から見たらお父さんのお父さんですよ、だから天皇のお父さん、もしくは天皇のお父さんのお父さん、だから父方の、まあ、まさに父やおじいさんが後ろ盾となって政治を取る、それを院政というわけですね、ですからなんか摂関政治と院政っていうとなんか全然違うんですけども、まあ、あえて分かりやすくざっくり言うと母方のおじいさんが政治を取るのが摂関政治、父方のおじいさんが政治を取るのが院政というですね、もうこういう違いなんですね、はい、こういうふうに説明されると分かりやすいと思うんですけどもね、まあ、これによってですね藤原氏の権力を封じることができるわけですね、はい、まあ、藤原氏が権力を握ってもね、いい政治がずっと行われていればいいんですけども、やはり権力は長期化すると必ず腐敗が生まれるわけですね、権力が腐敗するとどっかで政治改革をしないといけない、まあ、170年ぶりということでですね、摂関政治が一旦というか、まあ、摂関政治自体はこれで終わることになります。でですね、このこれまでの摂関政治では、ね、誰が次天皇になるか
兄貴なのか弟なのかとかね、じゃあ子供に行くかとか、そういう誰が天皇になるかということを決めてきたのはこの人たちでしたね、藤原氏でした。ところが院政になると藤原氏の影響関係なしにですね、皇位継承の順序を天皇が、まあ皇室の方で決められます。で具体的に誰が決めるというと上皇が決めるんですね。上皇がじゃあ次天皇に、じゃあ弟に上位しなさいとか息子に上位しなさいというふうに次の天皇を選ぶのは藤原氏ではなく上皇ということになってきます。ですから権力者が藤原氏から上皇に移ったということでもあるんですね。はい、というようにですね、そうすると、この、ですね、白河上皇は、まあ、堀川天皇を立てるわけですけども、そこから鳥羽、それから次は崇徳ですね。ちょっともうページがいっぱいだったのでここまでしか書けなかったんですけども、74の次、鳥羽天皇の次が崇徳天皇ですから、まあ12345代続けて直系で来るわけなんですよ。でその時にですね、ここでですね、ちょっと白河上皇に注目してほしいんですけども、白河上皇って結構長生きしまして、子孫ひ孫、子孫ひ孫ですよ、が天皇となるの なり、その間ずっとですね、上皇として差配していくわけなんですね。でということは、あの鳥羽天皇の時は上皇が2人いるわけですよ。で崇徳天皇の時はね、みんな上皇ですからね、そうすると上皇いっぱいいるわけですけども、誰が一番力があるかっていったら、それはもう一番上ですよね。その上皇が並び立った時に一番権力を持つ上皇を本院というわけなんです。はい、本院ですね。まあ、上皇のことを院と、なんとか院って言いますけども、その中心的な存在、一番ね力がある上皇を本院と言いますね。もしくは地天の君という言い方をするようになりますけどね。地天の君、天下を治める君ということで、地天の君という言い方をするようになります。まあちょっとこの辺ですね、またこれから先もちょっとこの上皇が並び立つことによって結構逆にこの違う政治の混乱が起きるんですよ。それがちょっと嫌われたんでしょうね。明治時代に皇室典範を整備するときに、やっぱ上皇という制度はない方がいいんじゃないか、平安時代の混乱があるのでなかった方がいいんじゃないか、まあ藤原氏は藤原氏でいろいろとね政治をし、欲しいままにしたりとか問題はありましたけども、この院政が続いていくと、これはこれでまたですね、弊害もあったということですね。でそこで明治の皇室典範を定めるときには、上皇という存在を外しましたね。まあ、だからこそ平成の時代にですね、天皇陛下がまだお元気なうちに位を譲りたいとおっしゃったときに上皇との制度がなくて、そこでいろいろと国会で新法を通さなくてはいけなかったというのも、ちょっとこのあたり、またこの鳥羽天皇の後はですね、平安時代の後期に入ってくるんですけども、まあいろいろなまた武士とつながってぐちゃぐちゃになっていくんですね。なので、まあ、その時の反省があるわけなんです。はい、さて、この白河上皇はですね、だからちょっと前で言うと道長がものすごい政治権力を握ったわけですけれども、この次の時代で見ると白河上皇ですね。だから、堀川天皇、鳥羽天皇、崇徳天皇の時に白河上皇がですね、ものすごい強い政治権力を握ることになります。でここにも書いたんですけども、平家物語にですね、白河上皇がいかに政治的に強大だったかということの比喩表現が書かれてまして天下三不如意、この天下の中で白河上皇の思い通りにならないもの、まあ、思い通りにならないものを不如意っていうんですけども、天下三不如意、まあ、一応書いておこうか、如意じゃないですからね、間違えないでください天下三不如意、はい、この天下で白河上皇の思い通りにならないものは3つしかないってわけですね。その1つが鴨川の水、まあ、京都を流れる鴨川、時々大雨が降ると増水するんですけども、鴨川の水ばかりは上皇でもいかんともしがたいということですね。あともう1つはサイコロ、まあ賭けですわ、ギャンブルするときにサイコロの目サイコロの目ばかりは上皇でも、自由にならない。
もう一つは延暦寺の法師、延暦寺の坊さんがですね、いろいろと政治的な権力を握ったりなんかする。で、牢跡働いたりする。これは上皇も手を焼いたってわけですね。天下三不如意。逆に言えば、それ以外は何でも上皇の思い通りになるというですね、そういうことなわけなんです。はい。はい、本院とか地天の君って書きましたけれども、こういうですね、こういう状況というのは、院政、に向かっていく、はい、その流れの中でこういう摂関政治から、この院政に向かっていく流れということになります。ですからこの、天、そうですね藤原氏の時代に、政治が腐敗した。それを一旦天皇新政という形で引き取って、それを今度院政という形に発展させていった、はい、こういう政治的な流れがあることになります。ちょっとこれだけ言っとこう。あの白川上皇はですね、ちょっと新しいことを始めたんですけども、息子や息子たちをですね出家させたんですね。佐賀天皇から佐賀源氏とかね、清和源氏とかありましたけども、息子たちを民間に下らせるっていうことをしました。ただ白川上皇はただ息子たちを民間人にするだけじゃなくって、お坊さんにしたんですね。これまであの仏教の世界はもう全然この、違う世界だったんですけども、もちろん鎮護国家からの流れがありますから、朝廷とのつながりはあるんですけどね、皇族がお坊さんになるっていう流れはこれまでなかったわけですよ。それを作ったのが白川上皇なんですね。しかも男の子だけじゃなくて女の子も。だから男の子はお坊さんに、女の子は尼さんにという流れを作りました。例えば例で言うと、第二王子の郭行というね、息子なんですけども、仁和寺に入室させてます。郭行というのは法名ですから、出家した時につけた名前なんですけどもね、それを、京都の仁和寺に入室させました。それで入室させた上で親王宣言をするんですね。だからお坊さんなのに、だからね、これね、完全に親戚降下させてお坊さんにする方法もあるんですけども、白川上皇が取ったのは親戚降下させないでお坊さんにさせるんですよ。出家してんのにね、お坊さんにして親王宣言するので、親王宣言っていうのは親王の位を与えるんですけどね。だから親王って生まれた途端親王じゃないんです。今は生まれた途端親王なんですけども、かつては生まれた子供が成長してきて、どこかのタイミングで親王というふうに認めるんですね。これを親王宣言って言うんですよ。だから息子がお坊さんになって、その上で親王宣言するんですね。そうするとお坊さんなのに親王ということで、これをですね、法と書いて、法の親王と書いて、これ法親王って言うんですけどね、ちょっと仏教用語なので法ではなく法というのだから法親王って言うんですけども、そういう制度を作りました。でこれは幕末まで続きますからね。皇室に生まれると、皇族に残れるのはごく一部で、それ以外はもうみんなね、男の子は門跡寺院に入る、女の子は尼門跡寺院に入るというね。だからこの佐賀天皇が息子たちを民間人にするということをし始めました。21流あると言いましたけども、それに対して白川上皇は息子たちをお坊さんにするというですね、これもずっと続くことになります。ですから皇族は皇族に残るか、あとはお坊さんになるか、男女ともどっちかというですね、そういう形のですね道を開いたことになるんです。これどういう意味があるかと言いますと、これが慣例化するんですね。さらに言うと、法親王というのは出家して親王になるのが法親王ですね。それからちょっとこれ入道親王って言うんですけども、親王が出家するとどうなるかというと、ちょっと道筋がね違うだけなんですけども、親王が出家すると入道親王って言うんですよ出家した皇族が親王になると法親王、法親王か入道親王か、じゃあ出家が先か親王宣言が先かによって法親王と入道親王と言い分けています。というのは、一度ねこうお坊さんにしといても残せるわけですよ、親王として。
いざ人が足りなくなったら、あんた坊さん辞めて普通の親王に戻って、はい天皇っていうことができるんですよね。だから民間人に下らしちゃうと、まあ宇田天皇一度戻らせたとはいえ、やっぱちょっと一度民間人にしちゃうと皇族に戻すちょっとハードルありますよね。だから皇族のまま坊さんさせるわけですよ。そうすると皇族の財政も軽くなるし、でいざとなったら皇位継承の時に使えますからね。それでいてさらに言えば、天皇の息子がどんどん寺院に入っていくんですよね。そして今度はもう皇族たちが祈りを通じて、仏教を通じて皇室を守るというですね。だから嵯峨天皇の時はこの公卿に皇族がどんどん入っていって、政治を皇族の一族が担うようになった、そういう画期的な一面がありました。で、白河上皇の時のこの、法師法親王、入道親王、これをですねどんどん増やしていったということは、今度は祈りを世界、仏教を通じてその皇族の一族が皇室を守る、国を守る、そういうふうな道を開いていったということなんですね。はい、ということで、白川上皇の話はこのぐらいにしましょう。では今日は、あ、もう時間がだいぶ動かしてますね。じゃあ今日はここまでにいたしましょう。以上です。はい、チャンネル登録をお願いいたします。